カール・アンダーソンは、アメリカ合衆国の男性プロレスラー。血液型 AB 型。ミシガン州デトロイト出生、ノースカロライナ州、アシュビル育ち。コール時や試合中にマシンガンを放つポーズを決める、ことから、ザマシンガンの異名を持ち、ザマシンガンカール・アンダーソンと表記されることもある。右肩にはタトゥーを入れている。少年時代は、野球やフットボール。 バスケットボールに打ち込み、特に野球については、リトルリーグから競技に勤しみ、進学した高校でも野球部に入り、進学した大学からは、野球で、奨学金をもらっている。しかし、大学2年の時、レスリングスクールのコマーシャルを目にして、心の奥にしまっていた、プロレスラーになりたいという思いを抑えきれなくなり、大学を中退。なお、プロレス興味を持ったのは、 5歳の時 TV の中継番組で目にしたリックフレアーに憧れたからとのこと。大学中退後、MPW が主催するレスリングキャンプに参加し、WWF の元レフェリーのロジャー・ラフィンに指導を受け2002年5月、ノーザンレスリングフェデレーションのリングでデビュー。デビュー時のリングネームは、プリンス・ジャスティスで、対戦相手は後にティエネのスター選手となるアビス。以降、 複数の NWA 系のローカル団体に出場してキャリアを積み重ねていたところ、新日本プロレス LA 道場の関係者にスカウトされ、2006年1月よりロサンゼルスに拠点を移す。この頃、類似の経歴でロス生活をスタートさせたプリンス・デビットや、米国遠征に来ていた中村信介、ロス道場でトレーニングしていたケンドを過信などと面識を持つ。 その後、新日本の経営計画の再編を理由に、ロス道場が閉鎖されることが決まり、PWG、ローを転戦。また、寝泊まりしていた、道場閉鎖に伴い住まいを失ったアンダー・アッソンは、しばらくの間ロス道場の同僚であった、ロッキー・ロメロの家に居候をしていた。2007年7月、空位となった、NWA 世界タッグ王座をめぐる、王者決定戦に参加。 ジョー・イライアンと組み、これを制して獲得している。ローカル団体を転戦していくうちに、周囲の評価が高まりつつあったものの、自身は、レスラーとしての限界を考えており、大学に通い直す道も検討した。そんな、アンダーソンのところに、日本に渡り、実績を積み重ねていたデビットより、試合している VTR を送ってほしいとの連絡が、入る。 言われるがままに、日本に VTR を送付、すると新日本プロレスより、3ヶ月契約で、日本に来てほしいと、スカウトが入り来日のチャンスを得る。2008年2月27日、ニュージャパンカップを欠場することになった、長田博史により、クラシカルレスリングの技術を買われ、推薦出場する大抜擢を受ける。3月9日の金本工事戦で、 日本デビューを飾った。4月13日にヒールユニット GBH を経て、2009年4月よりカオスの一員として活動する。また、同ユニットに所属しているジャイアントバーナードとのタッグ、バッド・インテンションズを結成し、タッグ戦線に参入。6月20日、トミニオン6.20にて、チーム 3D が保持する IWGP タッグ王座に初挑戦。 破れはしたものの健闘を見せた。10月中旬に行われた G1 タグリーグでは、全勝で、ブロック通過し、決勝トーナメントへ進出。決勝で、アポラ55を撃破し、大会史上初の全勝優勝を果たした。11月8日に、チーム 3D と IWGP タッグ王座をかけて対戦。終盤、4人ともが、場外乱闘を繰り広げ、 両者リングアウト裁定となった。2010年から2012年2010年3月の NJC ではノーリミットの内藤哲也に敗戦し、制裁を欠く。さらに、シリーズ最終戦の6人タッグマッチ試合後、タッグを組んでいた矢野2からダメ出しを食らってしまい、不穏な関係へと発展。そして4月4日、矢野、飯塚隆史と久みた橋博 高橋博士二郎、内藤組と対戦。棚橋からフォールを奪われると、矢野から椅子攻撃の制裁を受け、カオスから追放された。6月19日、トミニオン6.19にて、IWGP タッグ王座を保持する、青木軍、ノーリミットとイリミネーション形式のスリーウェイ、タッグマッチで対戦。井上から、ピンフォール勝ちを収めると、バーナードと共に、 第57代王者となる。以降、タッグ王者として、リマッチを申し入れてきた青木軍、のリミットをり溶け、2011年に入ると、ビアマネインク、日牧マッスルオーケストラと数々のタッグチームを、相手に防衛を積み重ねていった。6月18日、トミニオン6.18にて、プロレスリング。 ノアの高山義弘佐野匠真組の保持する GHC タッグ王座と自身のベルトをかけたダブルタイトルマッチで対戦。これに勝利し IWGP タッグ王座最多防衛記録を樹立、並びに第22代 GHC タッグ王者として二冠王に君臨した。2012年2012年1月4日、レッスルキングダム6で天古寺と対戦。 バーナードが天山からピンフォール負けを喫し,し、長らく保持していた IWGP タッグオーザを手放す。その後、バーナードが新日本を離脱し、WWE に戻ったため、バッドインテンションズとしての活動を休止。同時期に開催された NJC で中村信介から勝利を収めたのを皮切りに、シングルプレイヤーとして同格を表し始める。8月、 G1 クライマックスの最終戦で、棚橋博士を下し、外国人選手としては、第2回のリックルード以来となる、決勝進出を果たす。決勝戦で、岡田和地下と対峙するも、準優勝に終わる。それからほどなくして、IWGP ヘビー級王座挑戦権利賞を、かけた試合で岡田とのリターンマッチが組まれるも、ここでも敗北を喫する。 11月20日より開催されたワールドタグリーグには後藤博士大木とのタッグで出場。A ブロックを2位通過して準決勝に生き残り、12月2日の準決勝で点個時決勝で KES を下し、タッグリーグ名称変更後初の覇者となる。2013年から2016年2013年2月10日、ザニュービギニングにて、 IWGP ヘビー級王座を保持する、棚橋博士から指名を受ける形で、同王座に初挑戦するも、獲得には至らず。5月3日、レスリングドンタクにいて、IWGP 王座から陥落した棚橋と再び、シングルマッチで対戦するも、敗退。この試合後、プリンス・レビットとバッドラック・ファレが乱入し、棚橋を強襲。この襲撃に加担する形で、 棚橋にガンスタンを食らわせて、デビットらと共闘。新ユニット、バレットクラブに加入し、二度目のヒールターンを果たす。一降デビットのサポートに徹するポジションに収まりつつあったが、10月14日、キングオブプロレスリングのメインイベント終了後、IWGP ヘビー級王座の防衛に成功した、岡田和地かを、背後から襲撃し、同王座の挑戦をアピール。 11月9日、パワーストラグルにて、自身2度目となる IWGP 王座に挑戦し、岡田と対戦。BC のセコンド陣の乱入で試合を有利に進めていたが、最後はレインメーカーでピンフォール負けを起死した。11月23日、BC の新メンバーとして加入したドクギャローズとタッグを結成し、ワールドタグリーグにエントリー。 着実に勝利を積み重ねていき、決勝トーナメントに進出。12月8日、愛知大会にて、準決勝で GBH を制し、決勝で天古寺と対戦。最後は天山からピンフォール勝ちを収め、前年度に続き、同大会を優勝した。2014年1月4日、レッスルキングダム8に、ギャローズとのタッグで出場。 KES の保持する IWGP タッグ王者に挑戦。マジックキラーでアーチャーから勝利を収め、第64代王者となった。2016年2月20日、ドクギャローズと共に正式に新日本プロレスを退団。2016年2016年4月11日、WWERAW にて、 ウーソズ VS ソーシャルアウトキャストの試合後に勝利した、ウーソズが勝ち名乗りを上げている際に、バックステージより、ギャローズと共に登場。リング内へと駆け込み襲撃するとジミーにマジックキラーを仕掛け、なおも場外で追撃を加えているところに、レフェリーより制止されると、ギャローズと手で拳銃のサインを見せて、リングを後にした。 同月18日、RAW にて新日本プロレス時代のバレットクラブの仲間であったアージ・スタイルズとバックステージで再会。スタイルズから WWE に紹介してもらったことに感謝しつつ今後サポートしていくことを約束。WWE 世界ヘビー級王座を保持するロマン・レインズとスタイルズがリング上でのプロモーション終了後、レインズを襲撃した。 同月25日、RAW にて、ギャローズと組んでウーソズを相手に、WWE デビュー戦を行う。序盤より攻めて、試合の主導権を握るが後半から粘るウーソズに手を、わずらいつつ、リングから場外に向かって、ギャローズにスーサイドダイブを仕掛けたジミーを捕まえて、リング内へ投げ入れると最後に、ギャローズのビッグブートから、マジックキラーを決めて勝利。試合後、 決着がついているにもかかわらず嘘図を襲撃しているところにレインズの介入に相引き上げた。また、同日のレインズ VS スタイルズにて乱入するが、スタイルズに止められた隙を突かれスーパーマンパンチを食らったものの最後にスタイルズがフェノメナールフォアアームを決めて試合が終了した。2017年2017年1月29日ロイヤルランブル2017キックオフにて、 ギャローズと組んで、WWE ロータッグ王座を保持するセザーロシェーマスに挑戦。終盤に、両、チームともリング内で入り乱れている中で、シェーマスにマジックキラーを決めて、リングから追い出すが、ギャローズがセザーロにクローズラインを暗い場外に、追い出された隙に、背後から丸め込み3カウントを奪って勝利。ベルトをダッシュした。 2019年2019年7月29日、RAW で、WWE ロータッグ王者チームのザリバイバルに、ウソズと、トリプルスレッドマッチ形式の王座戦に挑む。終盤に3チーム入り乱れる展開から自身が、J ・ソをスパインバスターで排除すると最後に、ジミー・ソにマジックキラーを決めて勝利。王座を体感した。 2020年2020年4月15日2019新型コロナウイルス感染拡大の影響によって WWE の経営環境が悪化したためアンダーソンを含む WWE 所属の選手やレフェリーラー20人が解雇された7月18日インパクトレスリングと契約したことを発表インパクトレスリングへ 新日本プロレスやられっぷりの良さや正気味の良さでその癖者ぶりを遺憾なく発揮している。日本では比較的大型選手の類に属するが、その身体能力を活かした軽やかな動きが特徴。極め技や丸め込み技の類はほとんど使用しないが、日本のプロレスに順応する器用さを見せている。ガンスタンバーナードとのタッグをアンダーソンが、 コントロールしているという見方が強まった時期からあまり見られることはなくなり、シングルプレイヤーとして活動するようになってからは、ほとんど見せていない。マジックキラー IWGP タッグ王座、週刊プロレス2012年8月1日号、63から66ページ冒頭部分。ナオ・アンダーソンが3歳の時に、ノースカロライナ州アシュビルに転居している、ハット AB。 週刊プロレス2012年8月1日号、64ページ。AB、週刊プロレス2012年8月1日号、65ページ。アンダーソンの追放に伴いバーナードも、追随するかのようにカオスから離脱している。アンダーソンも、WWE 席今日20日が、新日ラストマッチ。東京スポーツ。 http://www.tokyo-sports.co.jp/sprores/men'splores508,6852016、ok、年3月20日閲覧 w、16. w w e r a w リザルツ4 1 1 1 6 w r e s t l e v n i e w c o m 2016年4月11日閲覧。w w e r a w, w r e s u l t s 4 1 8 1 6 w r e s t l e v n i e w c o m 2 0 1 6年4月18日閲覧。werrawresults4-25-16wrestlevniew.com 2016年4月25日閲覧キックオフ勝利ザルツ WWE ロイヤルランブル2017 WRESTLEV2IEW.com 2017年1月29日閲覧 WWE ローライブリザルツサマーソラムビルドコンティニューズ F4WONLINE.com 2019年7月29日閲覧 WWE スター選手ら大量解雇で、1月4億円節減選手は、涙の動画投稿。デイリー。2020年4月17日閲覧。インパクトレスリングの2020年7月18日のツイート。2020年9月14日閲覧。ありがとうございます。